ワンツーできた場合、ね、ヘッドシップした時点で相手が大振りで打ってきた場合には密着する、ことが多いんですけれども、このまましっかり肩と、右側の耳、これを相手の方向に体に密着させたまま相手のバックを取ります。ここから相手を倒す際に、自分の体重を利用して足を一歩残した状態ですね。その状態で相手を、自分の体重を利用して引き倒します。相手のパンチに合わせてインサイドステップイン、ボディーブロー打つよりも深く入る要領ですね。入ります。そして相手の膝の裏を掴んで体は向こう、手は引きます。これで倒してしっかり相手の足を押さえながら上に上がる、相手の脇を刺します。刺して上に上がります。よいしょ。相手の左ストレートを右手でパリングし、戻り際に左手で相手の右の攻撃を止めるのと、首をかけ体重を左に移し、大外側ではなくて大外落としで下に倒します。この時の一番のポイントになるのが、やはりしっかりしてしっかりパリングし、右の攻撃を全部封じるためにいち早く体重を右に移し、相手の死角に入るようにしながら手で同時に下に崩します。相手のミドルに対しまして、反り投げスープレックスで投げます。まず確実に 足をロックしてフックします。腕は下からでも上からでも構いません。まず相手の左の中段回し蹴りをブロックしてからしっかりキャッチし、足タックの要領で相手を引っ込み、また背後に回り、そして勝ってから横四方、それから膝から入りマウントポジション、そして有利なポジションを取ります。この場合は膝から下を上げて相手の蹴りを流します。はい、流します。流して着地します。着地した時に相手の襟、肩襟もしくは肘のあたりを持って、自分が左に回転しながら相手を自分の真下に持ってきます。真下に引きずり下ろして蹴りを入れます。相手がここで、はい、頑張ります。はい、頑張ります。これもタイミングが遅いと逆に今度は自分の方がやられる結果になります。こうやって相手が頑張った場合は、この場合にこの肘を出します。この肘打ちを出します。肘打ちを出して、そして回転すると同時に左足を跳ね上げます。左足を跳ね上げます。跳ね上げることによって、次、もしくは関節を持っていきます。はい、今度は長身の相手に、はい、ロックされて、はい、前方から膝上げされます。はい、基本的には、はい、肘を落とします。その瞬間を狙って外受けするような感じで流して素早く足を抱えます。足を抱えて中に入って抱きかかるようにしながら軸足払いから決めに持ってきます。対岸の場合、足を引きこういうふうに前ができますと相手は膝を蹴ってきます。こういう膝ですね。もしくは相手が大きい外人であるとこういう密着した状態でも顔面を蹴ってくる場合があります。そういう場合はわざと蹴らしておいてその足をすくいます。
で相手のその蹴った勢いを利用しまして作って投げます。で投げる際に、右手ですくう場合は左足で相手の軸足を払って入れます。そうすると比較的簡単に投げれます。まず接近して相手に構えた状態ですね。でこの状態で、相手の膝蹴りに対して軸足を勝っていきますけれども、これポイントとしてまず掴むところですね。これが弱いとどうしても手の足の力だけではどうしても払い切れませんの で、ま、ずなるべく瞬間に相手を釣り上げるということと、あと自分の軸足を中心に体をしっかりと回転させてやる。でそれとあと相手が蹴ってきた時の、ね、このタイミングですね。蹴りが当たる瞬間というのが一番軸足が伸びきりますので払いやすいです。それではこのタイミングをしっかり見計らって踏み切りで払っていきます。で左右蹴らせておいてタイミングを見計らってかけるというわけなんですけども、例えば自分が相手が右の膝を蹴った時に軸足を借りたい場合ですね、左から右に来た場合に相手を押しながらそしてすぐ起きて決めの動作に移ります。首相撲の体勢から、蹴ってきた、相手の足が、一本足になったときに、その方向に背中を向けて首投げで投げます。よいしょ。これから入る背負い投げは胴着の下の方を取り、相手の手との間のから手が抜けてて肘が脇の下に入るのが重要なポイントです。いきます。膝蹴りで、優勢に、こちらが進められる場合ですね、相手の腰が若干引き気味もしくはこれを嫌がってこうくっつく場合あるんですけれども、どちらの場合も重心がちょっと不安定になりますので、軸足を半歩外側に返しながら軸足を払っていきます。なるべく膝蹴りからこれ同じリズムを作って同じリズムで払っていくのがポイントです。